議席2番民主党高木大輔です。議席2番民主党高木大輔です。通告に従いまして質問させていただきます。はじめに佐倉市が取り組むべき課題について質問させていただきます。一つ目は高齢者や障害のある方への福祉についてです。佐倉市ではさまざまな福祉政策が実行されていますが、中でも高齢者や障害者への、虐待への対応は重要な施策と思われます。国は虐待が増加し社会的な問題になったことを受けて、虐待防止を目的とした法律を制定しました。平成18年には高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が制定され、平成24年には障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律がそれぞれ施行されたところでございます。先月厚生労働省が平成25年度の高齢者の虐待への対応状況を発表しました。それによると特別養護老人ホームなど介護施設の職員による虐待は221件、家族や親族などの養護者によるものは15,731件あったということです。国と同様に千葉県にもその状況の発表がなされております。千葉県では介護施設の職員による虐待は6件、養護者によるものは689件あったという報告がなされております。またこれは年々増加しているということでした。一方障害者の虐待については厚生労働省が昨年発表した平成25年度の状況によりますと、施設の職員の虐待が263件、養護者の虐待が1764件ということでありました。県内では施設で働く方のが虐待したというのは19件、養護者による虐待が82件あったということで、こちらの方も年々増加しているところでございます。そこでお伺いします。高齢者虐待や障害者虐待にはそれぞれ虐待防止法に基づき対応しているところですが、その平成25年度と26年度についてお聞きします。以降については次席にて質問いたします。副首長。高木議員のご質問にお答えいたします。はじめに高齢者への虐待発生件数でございますが、養護者または施設従事者等によるものが平成25年度は通報47件のうち26件が虐待として認定されております。平成26年度は12月末現在で通報37件のうち26件が虐待と認定されました。次に障害者への虐待でございますが、平成25年度は通報12件のうち2件が虐待と認定され、平成26年度は12月末現在で通報が2件ありましたが、確認の結果虐待の事実は認められませんでした。
以上でございます。高木議員。はい。ただいま平成25年度と26年度の状況について、答弁がありましたが、まあ、佐倉市内でも少なからずやはり虐待が発生しております。家族や親族など、まあ、養護所など虐待の場合にはやはりその家族の中にもやはり高齢者の方や障害を持った方、そして、病気の方など複雑なケースがあると聞いています。そういった場合どのような対応をしているのかお伺いします。福祉部長。お答えいたします。市では高齢者虐待は高齢者福祉課および市内5カ所の地域包括支援センターが窓口となり、障害者虐待は障害福祉課に設置しております障害者虐待防止センターを窓口として、それぞれ虐待の防止や対応に努めているところでございます。虐待の発生要因や課題が複雑化し、個々の部署のみで対応することが困難なケースもございますので、市役所関係各部をはじめ関係機関や支援機関との情報共有や相互に連携を図る中で対応しております。以上でございます。高木議員。はい。虐待の複雑なケースもまあいろいろあります。で、今後こういった、ケースが 増加するんじゃないかとい こう危惧もしておりますが、市として今後どのようにこの問題に取り組んでいくのかお聞かせください。福祉部長。お答えいたします。高齢者虐待防止ネットワークと障害者虐待防止ネットワークをそれぞれ組織しておりますので、市役所各部において相互に協力し、さらに連携体制の強化を図ってまいります。今後も虐待防止に関する啓発活動はもとより、虐待の早期発見や早期対応に努めることで高齢者や障害者、その養護者への支援を進めてまいります。以上でございます。高木議員。はい。ぜひですね、あとまあ地域との連携も大事だと思いますので、まあ、連携をもってですね、今いろいろメディアでも高齢者のこういった虐待などいろいろ問題がありますので、ぜひ佐倉市からはそういったものがないようにぜひ徹底していただきたいと思います。それを徹底をお願いして次の質問に移りたいと思います。